はじめましての方ははじめまして、そうでない方はこんにちは、こたつです。殺戮の天使エピソード3、続きをやっていきたいと思います。ではね、早速始めたいと思います。さあ、スティックでの微調整が難しいけど頑張っていきます。おお、なんかおお、めっちゃくねくねしてる。お、ザック起きて、ザック。ああ、大きな蛇がいるの、逃げよう。何言ってんだお前、ほらそこに。おい、早く後ろの扉から逃げなくちゃ。おい、早く、ザック早く。おっと、あれ、あれじゃねえよ。何わけわかんねえことを言ってんだお前。でも大きな蛇が。なもんいねえよ。何ラリってんだ。もう一回頭殴るぞ。たく、帰ってきたと思ったら話通じねえし、ビビるだろうが。お前やっぱり一人だとろくなことしなんねえな。うん、ごめんなさい。ザック、大丈夫？どうしてこんなところに移動したの？いたんだよ、あいつが。ダニー先生？おお、そうだよ。なんで知ってんだ？死体がなかったから。そうだろうな。あの野郎、調子に乗りやがって。体がうまく動かねえから、殺し損ねて逃げられちまった。先生は何か言っていた？は？知らねえ。お前が気にしなくていいことだ。そう。それよか、お前、ちゃんと生きて帰ってきたな。あ、どうした？ごめんなさい。B5 にあった薬が全部なくなってて。そういえば、ダニーの野郎、薬を持ってるみたいなことを言ってやがったからな。やっぱり先生が。おい、B6 はちゃんと行ったのかよ。行ったもん持ってきたのか。それは、うん。それがありゃ十分だ。おい、貸せよ。これでいいの？よし、これなら思うように使える。そのナイフはザックの？ああ、もともとはこっちが俺の持ってたもんなんだよ。おい、じゃあ行くぞ。待って、ダメ。まだ動いちゃダメだよ。お前もしつけえな。あんだけ寝ればもう動ける。待って。ならせめて、ザックの傷を先に縫わせて。やめろ。俺の体に触るな。何もすんな。んなことしなくても俺はこんなことで死なねえ。そんなのダメ。なんだお前、ここに来てから妙な顔しやがって。なあお前、 B3 の女が言ってたこと覚えてるか？え？あの女の言う通りだと思うとムカつくけどよ、ありゃな、間違っちゃいねえんだよ。違う、ザックも私も道具じゃない。そこじゃねえ。なことはお前から一度聞いたんだから覚えてる。じゃあ俺は化け物なんだよ。化け物はそう簡単にくたばらねえ。そうだろ？あ？んだよ、変な顔してんじゃねえよ。普通化け物って言ったらそういうもんだろうが。だったらそうなんだよ、俺は。それが普通なんだ。おい、ぼーっとしてんじゃねえよ。どっちにしろ薬がないんだったら進むしかねえだろ。行かねえんなら置いていくぞ。待って、一緒に行く。じゃあ早くしろ。でも言っとくか、俺は今走れねえからな。うん、わかった。なるほど、走れない。血の跡がある。
もしかしてダニー先生の？さあな。まあ確かにあいつも血みどろだったけどよ。血みどろ？なのに生きてたの？なんか服の下に細工してたんだとよ。とにかく先生が薬を持ってるなら先生の言った方を追いかけなくちゃ。血の跡をたどろう。血の跡、はい。こっちの扉が開いてる。それに血もこっちについてる。ダニー先生が通ったのかな？ねえ、ザック。あ、どうした？ザックはさっき自分のことを化け物って言ったけど、人間じゃないってこと？じゃあ聞くけどよ、お前にとって人間ってなんだ？何をどうすりゃまともな人間なんだよ。神の望むもの？あ？なんだよそりゃ。お前バカの一つ覚えか？とにかく、俺は何であろうとまともなんだ。普通なんだよ。それとも何か？お前の言う神様は化け物に殺されるのは許されねえのか？違う、そういう意味じゃない。そんなことない。何マジになって返事してんだよ。ああ、なんかくだらねえことを言っちまったな。くそ、行くぞ。お？ねえザック、ザックはそのナイフがあった部屋で過ごしていたの？それがどうしたんだよ。なんとなく気になって。は？さっきの話もそうだけど、私ザックのことを何も知らない。だからなんでだろう、なんとなく気になったの。なんだよそれ、意味わかんねえ。あの、でもあの部屋もう少し掃除してもいいと思う。うっせえな、もう戻らねえんだから関係ねえだろうが。確かに汚かったね。お、何か音が。ヘビ？おい、ぼーっとしてんな。今度は本物だ。走れ、先に一点出口があるか見てこい。あー、くそ、ナイフじゃ一気に切れねえ。おい、早く行けって言ってんだろうが。わかった。あ、鍵がかかってない。ザック、こっちに出口がある。行くから待ってろ。早く、ザック。ん？わお。あ。借金。わお。ザック？ふざけなよ。俺は今走れねえし、鎌を使うのもだるいんだ。無理させんじゃねえよ。やばい、血が。ザック、血が。おい、行くぞ。蛇は全部殺しねえんだ。移動しよう。うわ、血が、血が、あかんかん、ザック。くそ、また力がね。もう動いちゃダメ、休んで、本当に死んじゃう。だから、俺はこんなんで死なねえよ。うん、ダメ、ダメよ。お前、なんだすのか。ザック、とにかくここで休んで。ここから先、私一人で生きる。今度こそ薬を見つけてくるから。なあ、本当に、お前さっきから、なんだ？え？暗い顔しやがって、なんか後ろめたいことでもあんのか？違う、私は、それより本当に薬を取りに行かなきゃ。だから俺の質問を無視すんな。
それにてめえが一人で行けば死ぬだろうけど。だけだろ。あ、私、銃があるよ。これがあれば先生がいても。じゃあその銃、貸してみろよ。おい。貸せ。バン。ああ、弾出ねえな。なあ、弾入ってねえ銃持って行ってどうすんだよ。どういうつもりだ。ああ、くそ。お前これじゃ本当にただ死にいったいだけじゃねえか。俺に殺される気あんのか？なのに、お前は俺の疑心に必死になってるしよ。俺に何を求めてんだよ。何考えてんだ。ザックが神に誓ってくれたから。結局それか。化け物相手に、なもんまともに信じてんのかてめえはよ。ザックは嘘を言わないんでしょう。ああそうだ、誓ったのは嘘じゃねえよ。なら、でもな、神なんざこの世にいねえんだよ。違う。あ？確かに神様がいないと、私どうしたらいいのか。でもザックのは神様に使ってくれたからだけじゃない。もし誰かに神様に誓われたとしても、それはダメなの。じゃあなんだよ。それはわからない、わからないの。ごめんなさい。なんだよ、本当にお前はよ。笑え。え？でも今はうまく笑えるかどうか。下手くそな、分かってんだよ。いいから笑え。ザック？俺は寝る。お前は好きにしろ。おい、持ってけ。まあ、てめえが使えるとは思えねえけどな。ザック。拾います。はい、ではダニーとの決着。こんなよ、私ちゃんと使えるかな。ダニーとの決着をつけたいと思います。まただ、まただ。この甘いの匂いは、これダメだ、頭がぼっとする、良くない匂いだ。早く早く行かなくきゃ。門が閉じてる、閉まってる。これか。いて、何？焼ける？え、これ使うとか？ん？ここでなんか使うっけ？なんかあったっけ？これ？開いた。ナイフは、うん、大丈夫。本当に？まだなんかある。何これ？ガスに電力が必要なようだ。電力？え？電力？電力？ここか。電力がないってどういうこと？電力がない。え？電気を通せば重たい？
マジでナイフナイフいろんなことに使うね。大丈夫かいな。結局ダニー刺すときにはボロボロになってんじゃねえの。ナイフゲット。ね、ほんといろんな使い方してるよね。どうしよう、他に何もなさそう。この鏡、ナイフで割れるかな。刺さった。なんだかナイフがナイフを刺してるみたい。鏡は硬いけど、ザックナイフなら割ることができそう。よし。ナイフは我だけナイフの刃物かけちゃった。マジでオーフ。ごめんなさいザック。ナイフがオルガンの音この奥から聞こえてきている。いや行かないといけないだろこれ。ここはああまた甘い匂い。なんなのこの匂い。誓いをしたとして、その誓いを神が選ぶか君にはわかるのかね。もし神の見心が違ったとき、君はどうする。神なんざこの世にいねえんだよ。嫌だ。嫌だ、嫌だ、やめて。ザックに殺されたい。ザックを死なせたくない。でも神様が認めてくれなかったら、神様がいなかったら私、どうすれば。ダメだ。今はそんなこと考えちゃ。とにかく早く薬を手に入れないと。よいしょ。一人でどうしたのだね、レイチェル・ガードナー。ザックはどうした、捨ておいたか。違う、ザックが動けないから私が薬を探しに来ただけ。ダニー先生がこのフロアに来たことも薬を持っていることも分かってる。だから。ああダニーか。あの者は今、好き勝手に行動している。本当に、いつからああなったのか。ああ、そういえば、ダニーがここへ君を引き入れたのだったな。だんまりかね。それより、ここに薬はないの？ダニー先生は薬を持ってどこへ行ったの？ダニーは様子がおかしいようでな。少し姿を見せたが、さあ、今はどこにいるか。ただ、少し勝手が過ぎたのでな。私がいくつか薬を取り上げている。じゃあ薬がどこにあるか、あなたは知ってるの？ああ。お願い、薬が欲しいの。そう簡単に手に入ると思うか、レイチェル・ガードナー。震える手で、己がかけさせたザックのナイフを私に向けるのか。どうしてこれがザックのナイフだと知っているの？知っているとも。私があの子をここへと連れてきたのだからな。だが見てみろ。今ザックは満身創痍だ。たぶらかされたのだ。君という悪魔に。君は魔女だ。違う。これは。わお。レイチェル、君はあの者たちに何をした？ダニーは賢くて思慮深いものだった。だからこそ彼は一番ここを把握していたし、身勝手な行動など取らなかった。そしてアイザックはどうだろうか。彼はとても単純で
言い換えればとても純粋なものだ。それが今お前の殺されたいという願望のために手ひどく扱われ、ひどい目に遭っている。それらはすべて君にあったからではないか。私は何もしていない。君が不思議なのだよ、レイチェル。君は何者だ。答えないのか。ここは神前であると言ったろ。ああ、君はやはり本当は神など信仰しておらぬのだ。いいえ、神様がおっしゃられることは守るべきことだと思ってる。ならばそれはなぜだ。なぜそう思えるのかね。答えないのではないな。答えられないのだな。レイチェル・ガードナー。そなたの心は、神に望まれようと思うばかりに偽りにまみれている。そして、我が天使たちをたぶらかす魔女なのであろう。違う。ならば、今から、だがんたら。何？おお。神は清らかなものを好む。そして今君は我が天使たちをたぶらかす魔女の疑いがかかっている。どちらにせよ君は一度浄化されないといけない。私は魔女じゃない。いや、君はアイザックと契約した魔女ではないのかね。ザックとの約束は神様に誓ったことよ。ほう、神ですらお前は盾に使うのか。ならば、なおのこと忘れてはならぬ。決めるのはお前ではなく、神なのだということを。では、ダメそうではないか。裁判を始めよう。さあ、この者について、証言を述べる者はいるか。はい、ここにおりますわ。はーい、私が証人ですわ。この立派な罪人がどれだけひどい女か証言をいたしますわ。待ってよ、じゃあ僕だって。レイチェルの素敵なところたくさん証言できるよ。でも彼女は頑固だからちょっと意地悪もしたい気分。本当の彼女を証言できるのは僕しかいないんだ。死んでないでしょ。ダニー死んでないはずだけど。ああ、レイチェル。もう安心して。僕が来たんだから。君を弁護する証言は僕に任せて。僕は君の味方だよ。うん、三人も。よかろう。では一人ずつ証言していきなさい。最初は誰かね。はいはい、神父様ぜひ私から。キャーシーずるいよ、僕を先にしてよ。ごめんなさいエディ、それはできないわ。私が一番最初なのよ。どうして、どうして、理由がないじゃない。この女の悪事の一番の被害者は私よ。この女に最初からうつつを抜かしたあんたたちとは違うんだから。ああもうすぐヒクスを起こすんだから。ひどい言い腐れだね、キャシー。君の証言が楽しみだよ。早くしなさい。証言するものは決まったかね。ええ、神父様、私が一番最初ですわ。もうわがままなんだから。じゃあエリー、僕たちはしばし退場しようか。ではキャサリン・ワード、証言を始めなさい。ええ、任せてくださいませ。お聞きください、皆様。この悪魔は見た目はただの塩らしい女、しかし腹綿は真っ黒、正真正銘の魔女でございます。
魔女じゃない。ほら、この白々しいこと、涼しい顔して嘘をつくのがうまいの。うん、ではレイチェルが魔女である証拠となる証言はあるのかね。ええ、もちろん。私はこの女の魔の手で断罪人から引きずり下ろされた。あの時私は高みから断罪の様子を見つめていったの。そうしたらこの女に何か言われたザックは自分を切り裂いたのよ。アイザック・フォスターもこの女の罪人としての牙を抜かれたようなものよ。あまりにも情けないありさまを見せるから頭にきちゃって私そこまで降りてやったの。そしたらこの女しれっとした顔で何をしたと思う？この私を撃ち抜いたのよ。罪人に出し抜かれて断罪人が撃たれるなんてあっていいことじゃない。塩らしい罪人の顔をかぶったとんでもなくずるい女なのよ。だって私はあんなところに落とすなんて悪魔以外の何者でもないわ。別にあなたを出し抜いたつもりも地に落ちとした記憶もない。落としたのよこの悪魔。だって私が一体何が一番悔しかったか分かってるの？撃たれた時喜んじゃったことよ。この女はまがうことなき魔女です。三つ攻めの刑を希望します。さああがいてもがいて。お願いだからあの時以上の興奮を感じさせてちょうだいよ。そんなに見たいの？はあ？そんなに私を望むことがあるの？ここまでだ。神父様、まだ刑は終わってませんわ。刑に処すのはお前ではない、キャサリン・ワード。それに魔女とする者に何を求めている？下がりなさい。